こんなとこで何やってんだよ。別に。あのさ、ばあちゃんを助けるの手伝ってくれてありがとな。多分あんたがいなかったら無理だった。もっと時間もかかってただろうし。ボランティアじゃねえんだ。忘れんなよ。ここからはお前の番だ。もちろん忘れてない。分かってる。あんたが俺に要求してるのってやっぱり声の力のことなんだよな。声のこともあんたの言った通りだった。俺の声が影響してるってやつ。信じてなかったか？そうじゃないけど、ばあちゃんに言われてもまだ信じられないっつうか、変な感じだし。でもあんたはそんなことまで分かってたんだな。つか、なんで分かったんだ？声帯の震え方でわかる。お前には普通の人間にはない特徴がある。声帯？お前は覚えてねえだろうが、俺は前にもお前の声を聞いてる。その時に気づいた。前に会ってるってことか？それから俺はお前を探した。その声を確かめるためにな。だからか、最初から俺が目的だったって。力は持ってるだけじゃ何の意味もねえ。お前も思い知っただろうが。
その力に限ったことじゃねえ。武器でも道具でも、ただ持ってるだけじゃただのゴミだ。あとはそれをどう使うかにかかってる。でも俺はこんな力欲しいなんて思ったことない。使いたくもない。そう思うならそうすりゃいい。それはお前の自由だ。ただし、俺の剣に関しちゃその力を使ってもらう。それ以外の選択肢はねえ。あんたの用って一体何なんだよ。それを今ここで話す必要はねえ。わけわかんねえよ。はい。アーバさん、寝てましたか？は？ウイルス？はい。ああ、どうした？大変ですよ。落ち着いてよく聞いてください。警察があなたの家へ向かっています。え？なんでだよ。わかりません。ただかなりの人数がそちらへ向かったようです。マジか。とにかく逃げるか隠れるかしてください。うちも警察が動いたせいでちょっとざわついてるので、また何かあったら連絡します。青葉さん、どうかお気をつけて。
眩しい。ちょっと出てこい。ここにいることは分かってるんだぞ、このテロリストどもめ。は？お前らの罪状はこうだ。不法侵入、器物破損、その他もろ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 、ありとあらゆるものをひっくるめた全てだ。出てこい、セラガキ青葉とその一味どもが。オーバー。マスター、ばあちゃん、なんか外に警察がワンサがいるんだけど、つか名指しで呼ばれてるんだけど。面倒なことになったね。ちょっとアオバちゃん、何がどうなってるのよ。タエさんに頼まれた件の準備が終わったので来たんですけど、なんだか大変なことになってるようですね。あいつらどういうつもりか知らないけど、私たちは青葉ちゃんの味方だからね。そうですとも。ありがとうございます。でも俺にも何がなんだかさっぱりで。トエだろうね。トエ、お前が昨日スクラップを使ったのをモルヒネとやらが報告したんだろう。早速お前に興味を示したってとこか。早く出てこい。来なければこっちから行くぞ。いいな、よし、突入の準備だ。お前たち早く勝手口から逃げな。あいつやるっつったらマジでやるぞ。ここは私たちで何とかします。だから青葉くんたちは早く勝手口から外へ。そうよ、悪いことばっかしてろくに働かない警察なんてぶっ飛ばしてやるんだから。ハガさん、ヨシエさん、ばあちゃんもありがとう。突撃！アーバー行くぞ。そっちは警官がいます。足音が聞こえます。いたぞ、こっちだ。
固まるな、散らばれ。ゲームアプリの配信だ。またつうかこんな時に。ゲームアプリの配信のようだな。マジか、こっちと同じだ。どうやら自動再生するタイプのようだ。またなんか意味わかんねえし、この招待状ってのもわけわかんねえし。招待状？あんたのとこには来てねえのか？見せてみろ。俺のところにだけ来たのか？うさんくせえな。ばあちゃんがさらわれるの、やっぱりこのゲームが予言してたんじゃないかって思えてきた。予言？言ったよな、前にもそういうゲームの配信があったって。だからもしかしたら今回のも何か意味があるのかも。だとしたら罠だろうな。
ばあさん誘拐をいち早く知っていた犯人ってことになる。今度はメールか。とりあえず、羽賀さんと合流しよう。プラチナジェイルへ通じる通路ってやつか。なあ。ようこそ、日本最大級最高級の愛と夢と癒しの娯楽施設プラチナジェイルへ。ここは選ばれた人しか入れない地上の楽園だよ。どうぞ心ゆくまで楽しんでいってね。地上の楽園っていちいち大げさだな。
君たちの行き先はどこになるのかな。ウキウキルーレットスタート。おっと、君たちの行き先はブラックバレーだよ。さあさあこちらへどうぞ。ここはプラチナジェイルでもちょっと刺激を求めたい大人なあなたが集まるダークでデンジャラスなエリアだよ。何が起こるかわからない、ハラハラドキドキの連続。そんな期待を抱いていってらっしゃい。なんかムカつく。飛んで火にいる夏の虫だな。ドアの横にある認証モニターに入園チケットもしくは招待状をかざしてね。招待状。プラチナ ID を認証しました。青葉様とお連れ様、ようこそプラチナジェイルへ。それでは入場手続きを開始いたします。お連れ様のゲスト ID を発行いたします。お連れ様のコイルをモニターにかざしてください。認証されましたのでゲスト ID を送信いたしました。すべての権限はプラチナ ID に帰属します。ゲスト ID 単体での使用は制限される場合がございますのでご注意ください。詳しくはインビテーションカードのサービスの項目をご覧ください。それでは楽しい時間を。